にちは、かけまです。ハンクラッチが皆さん苦手やということで、今日はすいません、余計なおせっかいなんですけれども、ハンクラのやり方ご一緒にご覧いただきたいと思います。ハンクラにもまあいろいろやり方があって、例えばそうですね、普通にゆっくりクラッチを、これハンクラなんですけど、今進んでますよね。ハンクラの状態にしてからアクセルをじわっと上げながら進むという方法もありますし、すいません、なんか変な言葉で、回転を上げながらハンクラでつないでいくという方法もあります。なのでハンクラに慣れてない人は、さっきの後者の発信の仕方の方がいいですよね。ちょっともう一回いきますね。よっと、まず普通に慣れた発信の仕方ですよね。ハンクラつながっとと、ハンクラがつながってると同時に回転を上げて発信っていう形なんですけれども、もう慣れてなかったらこうターボメーター見といてくださいね。もう2000回転ぐらいまで回転上げちゃってからもうクラッチつないだら、もう大体いい感じでクラッチつなぐと発信はすることは可能です。もう一回いきますね。こうです。このやり方だったら大体エンストすることはないと思うんですね。別に教習所で今の発信の仕方やってもらっても全然構わないですし、ちょっともう一回、慣れてきたらこうですね。もう同じなんですよ、そのアクセルのその開ける加減とかは。もう一回、何でしたっけ、回転上げてからスタートの方法ですね。見とってくださいね。こうです、こうですね。クラッチが別に痛むとかそういうことはないと思います。その先に回転に3000上げてから発進の方はですよね。でそっちの方がクラッチ、そうですね、ミート感も覚えやすいですし、最初慣れるまではもう その回転上げて発進でも全然かっこ悪くないですし、普通ですし、MT 慣れるのが早いと思います。もう一回こうですね。で そしてクラッチミートさせた時に回転数が下がるんで、その加減がだんだん身についてくると思います。もう一回いきますね。こうです。回転下がりすぎたらクラッチもうちょっと止めるとか加減つけるとかっていう、なんていうんですかね、感覚が身につくと思います。今日はちょっとこうクラッチのいろいろなハンクラのやり方ですよね、簡単ではありますがご覧いただいたと思います。じゃなくてなんか言葉変ですね、すいません。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。